地方の魅力を、ま、世界に発信する、地方を世界へプロジェクト、今回が第3弾となりました。今回は、昨年4月に、発生した地震で甚大な被害を受けたここ、熊本県を訪問させていただきました。本日の訪問や地元の方々との懇談を通じまして、甚大な被害を受けながらも復興に向けて力強く取り組む姿に感銘を受けました。政府の一員として熊本の復興と活性化に向けた協力を一層進めていかなければならない、こうした決意を新たにした次第であります。また先ほど対日理解促進のための招聘プログラムで訪日した中国人学生の皆さんともお会いをさせていただきました。こうした外務省の持てるツールを総結集し、早期に観光客が戻り復興が軌道に乗るよう力を尽くしていく所存であります。この外務省の新たな事業、イノベーティブアジアという事業を紹介させていただきたいと思います。これは今後5年間で1000人のアジアの最優秀の若者を日本に招き、日本のこのイノベーションに貢献してもらい、日本経済の成長につなげていこう、こうした事業です。このイノベーティブアジアの狙いは、優秀な人材が日本とアジア諸国の間で継続的に還流するダイナミックなサイクルを作ることです。アジアと日本との間のゲートウェイであり続ける九州には、ぜひこの大きなサークルの一翼を担っていただきたいと思います。